たな時代の幕開け。天才が飛んで掴んだ栄光。しかし長きにわたり日本プロレス界を背負ってきた男にも時の流れは平等に訪れる。描いてるような技もできなかったりとかさ、うん、その引き出しを開けようと思ったらもう錆びついて開かなかったわけであって、うん、ここダメージ大きいですよ。ショックですよ。誰にでも訪れる。まさか黄昏の時、理想と現実の狭間で男は葛藤を繰り返す。なんかもう神様にも逆らってでもっていう気持ちではいますよ、うん、ただプロレスってそこのフィジカルな部分だけじゃなくてもう全て背負ったその背景もひっくるめて勝負しないとね。もう今等身大の武藤敬司で勝負するしかないかって。みんなと交わした約束がある。